こんにちは3月1日ドコモはオンライン専用プランアハモの通信料金を2980円から2700円に値下げすると発表しましたさらにデーカード特典を追加したりエントリーして契約した時に付与されるポイントを3000ポイントから6000ポイントに変更したりしました今回はこの件についてお伝えしたいと思いますオンライン専用プランアハモの通信料金の改定などに関する ドコモの報道発表資料については、こちらの動画をご覧ください。こちらがドコモのですね、報道発表資料になります。では見ていきたいと思います。アハモの月額料金を税別2700円、税込2970円に改定、さらに毎月お得にご利用いただけるデイカード特典を実施。株式会社 NTT ドコモは、2021年3月26日から提供する新料金プラン、 アホモの月額料金を円税別に改定しま,すまた、デイカードもしくはデイカードゴールドをご利用いただくことで、毎月お得にご利用になれるデイカード特典を2021年3月26日以降順次追加します。さらに先行エントリーキャンペーンについて、一部期間中の特典内容を増額します。 月額料金の改定。アホムの月額料金を2700円税別に改定します。これにより税込みでも2970円と3000円を下回る価格で 20GB のデータ量をドコモの高品質なネットワークでご利用いただけ、追加料金なしで5分以内の国内通話や海外82の国と地域でのデータ通信も可能になります。デーカード特典。アホムデーカードボーナスパケット特典。 アハムの携帯電話番号をデイカードもしくはデイカードゴールドのご利用携帯電話番号としてご登録の上、アハムの料金のお支払いをデイカードもしくはデイカードゴールドに設定いただくと、月額データ容量を増量します。アハマをご契約の携帯電話番号をデイカードにご登録の場合、プラス 1GB、デイカードゴールドにご登録の場合、プラス 5GB まで、それぞれ速度の制限なくご利用になれます。特典は2021年9月から提供予定です。 アハモデイカードゴールドをご利用額10%還元特典上限300ポイントデイカードゴールドをご契約の上アハモの携帯レイヤー番号をデイカードゴールドのご利用携帯レイヤー番号として登録いただいているお客様は毎月のデイカードゴールドのご利用金額100円税込みにつき10%のデイポイントを申請します毎月の申請上限は300ポイントカード利用金額3000円税込みとなります先行エントリーキャンペーン 先行エントリーキャンペーンにエントリーの上、2021年4月15日から2021年5月31日の間に、アハモサイトで、アハモの新規契約もしくは、基地の購入を伴う料金プランの変更のお手続きをいただいたお客様に、デーポイント、期間用途限定を6000ポイント申請します。変更内容の詳細がこちらに載ってるんですけども、赤字のところが変更したものですね。月額料金が2700円。 ですね、税込みで2,970円あと携帯保証サービスというのがこれ対象になりましたあと対応機種がですね、えー、93機種というふうになってますねあとデイカード特典ですねえー、アハもデイカードボーナスポケット特典ですねそしてもう一つが母もデイカードゴールドご利用額10%還元特典上限300ポイントですね こちらにですね、デーカール特典の詳細が書かれています。もう一つは、先行エントリーキャンペーンですね、の詳細がこちらに書かれています。以上です。いかがでしたでしょうか今回の変更についてまとめますと、こちらのようになっています。月額料金の改定。 税抜き2980円から税抜き2700円デイカード特典の追加デイカードボーナスパケット特典月間データ容量を増量デイカードに登録した場合はプラス 1GB デイカードゴールドに登録した場合はプラス 5GB デイカードゴールドご利用額10%還元特典上限300ポイントデイカードゴールドを契約し登録料金額100円税込みにつき 10%のデイポイントを付与先行エントリーキャンペーンの改定3000ポイントから6000ポイントへ変更携帯保証サービスの追加対象対応機種の追加2021年3月1日現在93機種このように月額料金を値下げしただけでなくデイカードル用意者にさらにお得になる特典を追加してきました また先行エントリー後の契約で付与されるデイポイントも2倍に増額になりましたそして携帯保証サービスや対応機種も追加してきましたドコモは今回の通信料金の値下げ競争に本気で勝ちに来てるなって思いますこれに対して AU やソフトバンクも値下げしてくる可能性がありますけれどもドコモは状況を見てさらに値下げしてくるかもしれませんねまさに資金力勝負になりそうな感じがします 利用者としては今後の AU やソフトバンク、そしてかけやすチームの動向も見極めて契約先を決めた方がいいと思います。慌てて契約してしまうと後で後悔するかもしれませんからね。あと、アハモのサイトなんですけれども、いつの間にか更新されていまして、製品の販売やサポートについてのメニューが増えていました。今後3月26日のスタートに向けて、さらに変化していくように思います。 今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。